森岡東警察署は岩手県警察が管轄する16ある警察署の一つである。識別証所,所属表示は SAA。無線連絡コード及びパトカーに割り当ての所属コードは東。2、全幹部交番、括弧内は読み。2002年に老朽化した庁舎を建て替え、東北管区の警察署では初めて非常用ヘリポートが設けられたほか 交通管制センタージャーティック森岡センターも手狭だった県警本部庁舎内からこちらへ移転した。ここでは毎年9月第3木曜日に IBC ラジオ FM 岩手 NHK 森岡放送局の岩手県内ラジオ3局共同制作特番ストップザ交通事故が公開性放送されている。森岡東商場の岩手県警察森岡ヘリポートには 2008年6月14日発生した岩手宮城内陸地震に際して茨城県防災航空隊、つくば札幌市消防局航空隊、札幌及び陸上自衛隊 O-6D 等の救難活動等による離着陸が確認されている。また2011年3月11日発生した東北地方太平洋沖地震に際し医療支援活動のために 沖縄県の NPO 法人メッシュサポートが運行支援を行う救急兵リメッシュの離着陸が確認されている。運転免許更新手続きは当初、盛岡西、市は三所管内在住者の場合、各所の窓口ではなく、愛いない会にある盛岡運転免許センターに出向いて行わなければならない。なお免許更新以外の隠し手続きはこれまで、 通り各所窓口で受け付けている。2010年から翌2011年にかけては、老朽化が進みてゼマになった松園交番の建て替え工事が行われており、松園交番新庁舎は2011年4月25日に完成。新しい荘園交番はこれまでの平屋建てから2階建てに変更され、地域住民も利用可能な小会議室を新設。松園交番建て替えの間は、 東松園一丁目地区にプレハブ仮庁舎を設けて業務を行った。森岡東所管内における交番、駐在所建て替え、移転新地区は上田、加賀谷、仙北町に次いで松造野が4箇所目。2015年10月2日には岩手県警察本部が警察署再編計画を公式発表。当初は2016年4月1日以降、 森岡市の旧都南村域を、現、市場所より移管して管轄。岩手県警における、警察署再編は、当初が、当時の森岡警察署より現名称へ解消された1986年、以来30年ぶりとなる。ありがとうございます。